はい、どうも。ドラジロクとドラと申します。下ネタパラダイスバイオハザード4実況プレイ13回目始めていきます。パート12で、データが壊れてしまうというハプニングがあったので PS3 版を購入しました。で、今回からこっちでやっていきます。で、このサインインしようかなとか思ってるんですけど、どうしようかなと思ってます。ネットワークにね、参加し、サインインしないといけないんだよね。データ。プロフェッショナルを出そうと思ったんですけど、まずは、ノーマルでクリアしないといけないということがあるので、そうなってくると、慣れるじゃないですか、腕が。だからノーマルでいきます。バイオハザード4、一応イージーはね、アマチュアだ。アマチュアはクリアしてます。今回コスチュームはノーマルで飛ばします。さてと、ちょっとうるさいかな。さあ、久しぶりのバイオハザード4です。よいしょ。これ殺していいんだったっけ。自分でもね、ガトリングのところでさ、ノーダメージかつガトリングを出させる前に始末してしまったっていうね、かなり腕が上がったと思うんですね、あれ。それだとなんか面白みがないんで、しばらくお休みしておりました。よいしょ。でもなんとなくわかるんだよな。はい、ゾンビじゃないのか。ピョン。ちょ、後ろだ、気をつけろ。いった。こっちだ。忙しいな。はい。で、こっちに何かしらの箱があると。ムービー飛ばすんで、パート11か。1ぐらいで、までのムービーは全部飛ばしていきたいと思います。まあ、パート12あたりぐらいまでの、なんだっけ、あそこ。どこだっけな。パート11か。あれ見えない。パート11、どこだったっけな。すっごい長かったところ。まあ、あの辺まで行って、まあ基本その辺までカットとか倍速とかいろいろ使っていきたいと思います。はい。あ、やっぱ慣れてるな。しばらくプレイしないかったんですけどね。しかってこいつ、痛い。逃げろ。やっと死んだ。で、ここで回復しましょうかね。はあ。
若干ハマってる、ここ。いや、ちょっと、あ、びっくりした。急に暗くなるんだもん、びっくりするじゃないかん。そっか、俺初級ハンドガンで行くと言ってたけど、どうしようかな。初級ハンドガンのね、限定書本当に好きなんだよね、個人的な意味で。と、当たってね。向こうのコインが見えてます。ぼやけてないっていうね。外すな。降りたくねえんだよ俺、そこ。お、あ、惜しい。惜しいのか。あ、10発も外したからもういいや。うん、武器商人がさ、弾を撃ってくれないっていうのがね。あ、当たった。嫌だよね、銃は撃ってるくせに。あ、全部？全部ね。今は30分、20分か。来たよ来たよ来たよ。コント机でね、連打ってほんと難しいよ。こっち、L1、R1 と、四角と×の同乗 C がね、2種類あるんですけど、いつも人差し指の方を押してしまう。この辺から行くか。当たるからと。豆知識として爆発とかこういうトラップでは死なないんだよね。トラップ系では死なないんですよ。トラップ系のダメージでは。確かね。試す気はないけど。うん。アマチュアをやってさ、すっごい回復アイテム余ったんだよね。で、一周目でさ、ハンドガンとかマシンピストルとかショットガンとマグナム限定使用できちゃうっていう、すっごいこと簡単。一応します。上書きしちゃったけどいっか。やばいやばいやばい。上からはないよ。そして
ダイナマイト2個分のダメージだったからすっげえ食らった。お、今の危なかったんじゃないの。あれ今の蹴る、やえ。そしてドラム缶、あれ一人死んでる。すげえ、こっちにクイックターンするのいる。今の俺に当たろうとしたね。あっ、そしてナイフ4回。奇跡だろ、マジ。倒れてるときは1500のダメージ。よいしょ。そっか、このパターンだったな、それな。バイオ4はダメージ制になってます。前に行ったっけ。あっけなかったな今の。あれ、バスと B のブラジルっていうのはやりやがったなっていう。ここがね、毎回苦労するんだよね。なんだっけ最初、 3?1、2、3。 あれ、どれがいるんだっけな。あ、合ってんのかよ。この辺で勘弁しといてやるよ。このレオンの背中悲しいね。もうすっげえ勝てる気がしない。何回死んだんだろうな。2回ぐらい余裕で死ねたね。あ、終わった。飛ばす。あ、連打いくよ。おおほほほほ、2回死んじゃった。で、終わりたかったんですけど時間がまだ余裕あるんで撮ります。今度こそ牢城だろ、牢城戦だろ多分。よいしょ。何者かなからの手紙。竹にはある重要なものが隠されているわ。あ、
竹にはあるもの、ある重要なものが隠されているわ。それがあればアッシュリーを教会から脱出できる、救出できるはずよ。ただし教会へ戻るルートにはエルヒガンテと呼ばれる何かが用意されているから注意しなさい。ところであなたの片手に来ている異変だけど、残念ながらもう私の手には負えないわね。こんな感じだろ。今に拾わなかった。うん、ハンドガン安定か。どっち？ああ7回か。あ、終わったか。死ぬ。そっか、こいつ攻撃力高いの忘れてた。バイオホーやけに消耗品ありすぎだぜ。コントローラーはなくなるし、スティックへし折れたし、プラスメモリーカードがなんかデータ読み込まなくなったし、なんなんだこれ。これね、ただ突っ走ってるだけでさ、ダメージ食らわないんだよ。最後のムービーだけ見ようか。どこがチャプターエンド？どこだっけ、チャプターエンドって。あ、これかよ。あ、一回死んでます。どこで死んだっけ。あ、犬か。ん、どうしたの。ん、お腹減った。よし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 、何か喋ってごらん。ほら、ここにマイクあるから。ほら、どこ行くの。うん、はい、見てくださった方ありがとうございました。1時間45分撮ってます。多分短いです。編集してんでね、編集してますので、ここ重要。じゃ、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。